STS-44 はアトランティスを用いて1991年11月24日に打ち上げられたスペースシャトルのミッションである。アメリカ国防総省の宇宙ミッションとして行われた。打ち上げは1991年11月24日6時44分に行われた。当初は11月19日の予定であったが DSPA 星に取り付けられた。 完成上段ロケットブースターの上長系の内部、測定ユニットが故障し、交換都市圏のために延期された。打ち上げは11月24日に再設定され、さらに移動式発射プラットフォームの液体酸素補充系のバルブの小規模な修理の後に、外部燃料タンクの液体酸素の補充を可能するため、13分間延期された。打ち上げ時の重量は、 117,766kg であった。このミッションはアメリカ国防総省のために行われ、DSP 衛星がミッション初日に放出された。カーゴベートミッドデッキのペイロードには、インターイム、オペレーショナルコンタミネーションモニター、テラスカウト、ミリタリーマインスペース、エアーフォース、マウイオプチカルシステム、コズミックラディエーションエフェクツアクティベーションモニター。 シャトルアクティベーションモニター、ラディエーションモニタリングエキップメント3、ビジュアルファンクションテスター -1、ウルトラバイオレットプリムインストルメント、バイオリアクターフロー、パーティクルトラジェクトリーエクスペリメント、エクステンディットデュアレーションオービターメディカルプロジェクトがあった。アトランティスは、1991年12月1日2時34分44秒、エドワーズ空軍基地の 第5滑走路に着陸した。ロールアウト距離は3411メートル、ロールアウト時間は107秒であった。着陸時の重量は87918キログラムであった。元は12月4日にケネディ宇宙センターに着陸する計画であったが、11月30日にオービタの3つの内部測定ユニットのうちの1つが、 故障すると10日間のミッションは短縮され着陸日が再設定された。長いロールアウト距離は試験的にブレーキを最小限にしたためである。アトランティスは12月8日にケネディ宇宙センターに戻った。ありがとうございます。